今回はヘイジェンという AI ツールを使ってディープフェイクを作成する方法をご紹介します。今回ご紹介する方法はすごく便利な機能ですが、決して悪用しないでくださいね。では早速ですがヘイジェンを使ってディープフェイクを作成する方法を解説していきます。まずは今回紹介するヘイジェンの公式サイトにアクセスします。ヘイジェンのサイト URL は概要欄をご参考ください。サイトは全て英語なので、 日本語翻訳機能を使うと理解しやすいと思います。右上の平ンを無料で試すをクリックするとホーム画面に遷移します。この段階でアンケート画面が出る可能性があります。場合によっては特定のボタンをクリックするとアンケート画面が出てきます。内容は特に何を選んでも問題ないので、選択をしてコンティニューボタンを押していきます。5問ほど回答したら最後はサブミットボタンをクリックします。 するとホーム画面に遷移するので、左サイドバーのアバターをクリックします。このタイミングで、右側に大きく出てきているトライイットナウをクリックすると違う画面に移動しますので、クリックしないように注意してください。アバターの画面に切り替わりました。次に、画面の中央にあるアバターライトをクリックします。すると利用できるアバターがいくつか表示されるので、ディープフェイクで顔を変えたい画像を選択しましょう。 選択したら Create Avatar Template ボタンをクリックします。次に右のサイドバーのアップロードボタンからディープフェイクをしたい画像をアップロードします。今回は Stable ィフュージョンを使って作成した画像をアップロードしました。ステーブルディフュージョンを使って画像を作成する方法は別の動画で解説していますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。次に T シャツ姿のアバターをクリックします。そして、 アップロードした画像をクリックすると顔が変わります。今回は選択したテンプレートも綺麗な女性だったため、ちょっと変化がこれだとわかりづらいですね。次はわかりやすいようにおじいさんのテンプレートを使って試してみました。同じようにアップロードした画像をクリックするとおじいさんの顔が美女の顔に変わります。おじいさんの場合には顔の変化がわかりやすいですね。ただ髪型はおじいさんで顔が美人な女性なのでちょっと違和感があります。 他の画像テンプレートでも試してみます。次は黒人女性を選択してみました。先ほどと同じようにアップロードした画像をクリックして顔を変更してみます。人種が異なる場合でも違和感なく顔がすり替わるところがすごいですね。最後にアップロードした女性に合いそうなテンプレートを選んでみました。これは違和感がなく変化もわかりやすいですね。 このように平ンを使うといろんな人物テンプレートを使って顔を入れ替えることができます。こんな簡単に画像の顔を入れ替えることができるのはすごいですね。別の動画では今回作成したこの画像を使って動画を作成する方法も紹介しています。具体的にはこの女性に指定のセリフを喋らせる方法を解説していますので、よろしければそちらもご確認ください。いかがだったでしょうか 今回の動画がいいなと思った方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。今回はヘジェンを使ってディープフェイクを作る方法について解説してきました。実際に使ってみた方は感想をコメント欄から教えてもらえると嬉しいです。このチャンネルでは AI に関する情報や、Web のお役立ち情報を発信しています。また現在、プログラミングやプロンプトエンジニアの学習をしている方向けに、 現役のエンジニアに質問し放題のサービスを運営しております。詳細のリンクは概要欄に貼ってありますので、そちらをご確認ください。それではまた別の動画で。